ちらはですね、北八つのですね、白駒の池ですねの入り口にいます。今日は紅葉の時期も終わってですね、ずいぶん空いてきましたんで、白駒をぐるっと回ってですね、冬に入る前のですね、最後の森をですね、楽しみたいと思います。天気次第ですけど、大回りしてですね、ニューから、中山峠でぐるっとまた北上してですね、高見石の山小屋経由で帰るというパターンも頭の中入ってますんで、そちら行くかもしれません。まずはですね、これね、歩きやすいんだか憎いんだかちょっとわかんないけど、はい、大体歩いてですね15分ぐらいかな。おお、紅葉は終わってるけど素晴らしいね。お、いやー素晴らしくね、どう考えても白駒荘。いえ、素晴らしいね、ここすごいよ、いいよ、ここなんかね、湖っていうとどうしても地元の日光が最高かと思ったけど、ここもなかなかどうしていいね。落ち着いてよ。これはもものけ姫に出てきた森か、これは。お、出現、田代だね。なんだろう。よいしょ。お、道が。
しかも霜がついてるで危ねえ。あ、白駒湿原。あ、いや滑るよ、これ気をつけて。おおおお、バランス競技みたいになってる。アスレチックだな。おっとおっと、おっ、うわっ、登山道とすればですね、非常に悪い部類に入るんだけど、ただ苔の中なんでね、圧迫感がないんだよね。ここは不思議なとこだ。まさに乳の森だね、乳の森。ここから明らかに角度が違うね。あと20分か30分でニューだと思うんだよね、地図だとね。よいしょ。分岐ですね。稲子湯だね。こっちがニュー中山峠方面。はい、はあ、だんだんね空が近くなってきたね。あと10分ぐらいですかね。白駒池だね。
おお、9時52分。今ね、中山が向かって降りてるんですけど、天狗が ね見えますね。天狗はね、今年の7月かな、あそこ登ってね、ぐるっと唐沢温泉の方降りてったんですね。いやー、行きますか。おお、平行移動が多くなりましたね。そろそろ中山の分岐に近いんだと思います。よいしょ、はい、こっち行くとね、黒ユリヒって、こっち行くと白駒に戻ります。まず中山1個、中山あそこだから、はい、あと10分ぐらいかな。あー、だいぶ歩きやすいね。ふう、あー、天国ゾーンだ。でも登り返しがありそう。おお、調べそうだね。
山頂はこの奥なのかな。お、あ、来た。広いね。はい、11時28分。白駒の方に降りてきます。だいぶ降りてきましたね。高見石小屋まであと5分ぐらい。だいぶ傾斜はもうほとんど良くなってきました。いやー、すごいゴロゴロでドスンドスン降りてきたんで、さすがに膝にきますね、この体型だと。高見石小屋に着きました。開くのだったね。今日はね、訳あってね、ここは寄らないの。